意味を持つ情報っていうのはたくさんありますし、そういう文脈を離れると、意味をなさなくなるような情報もありますので、まあ、まずは地域の中で情報を、活用できるような仕組みを作ることが必要だと思います。で、一方で地域の経験ですとかノウハウを全国に共有できるような横展開できるような仕組みも必要で、地域の文脈を超えて、意味を持つどの地域でも意味を持つ情報というのは当然あるわけですから、そういったものを共有できるような仕組みも必要だというふうに思いますので、私はやっぱり両面必要かなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。他いかがよろしいですか。小島さん、じゃあどうぞ。時間は少しだけで、実際に私どもの方もやっぱ現場でやっているときにですね、被災された方から写真とかをまあ、ご提供いただく際に、やはりその全国のために使えるためにって真っ先に言ってしまいますと、吸い上げるのかってまさに言葉をまさに言われまして、 ではなくて、まず地元の方々 の子どもたちに使ってもらいたいとかね、やっぱ地元の方に使ってもらうが最初にあった上で、その上だったら全国の方にもぜひ使ってほしいと、逆になったら順番逆でしょと、本末転倒だよねって実際に言われたことありましたので、まさに両軸っていうのはその通りですけども、またその順番ですとか、そこも一個あるのかなと私はずっと思いながら活動しました。はい、ありがとうございます。それは今回私ぜひ小島さんに来てほしいなと思った大きな理由で、私は小島さんと別の支援活動でご一緒したんですけれど、この部分に関して私と小島さんって結構考え違うんだなというのは、多分愛お互いにそれは分かりつつ、そこを突っ込みすぎると喧嘩になるのであまり触れないみたいなことがあったんですが、ただ一方でやっぱその小島さんの今指摘されたようなお話、まあ、それはある意味とても最もな話ですよね。被災されて困っている方からして、辛い思いをしている方からして、あなたの経験が世の中の世のため人のために役に立つって言われても、それはそうかもしれませんけれど、それをそうやっぱり本来表現していいのかっていうのは、まあ、ちょっと多分これ別問題、ですよね。だからそういう意味ではやっぱここの部分ですね、さっき小島さんや竹内さんたちがうまく整理してくれましたけれど、やっぱもろもろの課題、というのをですね、やっぱもう少しどうやって解きほぐしていくかというのが、これからのアーカイブの大きな課題なんだろうと思っています。で、もう時間ないんですけれど、なぜこの話をしているかというとですね、先日朝日新聞に、アーカイブサミットというイベントの記事が掲載されたのをご覧になった方もいるかと思います。私も関わっているんですが、今我が国はかなり強い方向でアーカイブ、デジタルアーカイブの構築に関する法制化を一気に進めるという可能性が大変高くなってきています。現政権の、まあ、安定感を考えますと、一発で法制化される可能性が極めて今高いのではないかと見ています。これは具体的にどういうことをやるかというと、アメリカやイギリス、アメリカとまあ EU ですね、で行われているようなアーカイブ、デジタルアーカイブを構築する上での諸問題をおおむね一気に解決するような著作権法の一部改正を図ろうというものです。どういうものか、例えば、まあ、それこれはある程度すでに確立されてますが、意図せざる結果での映り込みに関してはもっと許容をしようとかですね、あるいはいわゆる故事作品といわゆる権利者を発見しきれない資料に関してはもうとりあえず権利処理なしで電子化していいことにしてしまおうといったものです。で、これはただし、これが決して危険な方向というわけではないとは思うんですが、国際的にはかなりこれがそういう潮流になっています。アメリカも EU もすでにこういう法改正を実施しています。なぜかというと、こういうことをしていかないと、さまざまな文化資産、広い意味での文化資産をデジタル情報技術を活用して有効に活用しきれなくなるんじゃないかという強い懸念があるから、そういう法制化がされ、日本もおそらく後を追うと思われます。ただそれはそれで良いと思いますし、おそらく関わってきた方々によっては利便性は大いに上がる部分もあるんですけれど、ただ一方でそのプロセスでやはりさまざまな現場のある種制約がある中で、つっかえてきた事柄というのが一気に法改正によってオールクリアされてしまって良いのかという、実はちょっとそういう危惧があるんですね。だ、そういう意味で今の話題を出させていただいた次第です。ぜひですね、アーカイブに関心をお持ちになられる方々、結構いい勢いで法制化の話がトントントンと、この先進むと思いますので、ぜひそこは注目をしていただければと思います。注目するだけではなく、同時に皆さん自身としての声を上げていくということも大切ではないかなと思います。実際にすでに議員連盟、いわゆる議連が、形成されていますので、非常に話は早く、次期国会で進むのではないかと見ています。はい、ということでおおむねほぼ時間になってきたんですが、最後にちょっとお一方ずつ、
これからのその自分自身のアーカイブへの関わりといった部分、あるいはどういう可能性を見出しているかといったところをちょっと一言ずついただけますか。そしたらじゃあ逆に小島さんからがいいですかね。はい、はい、私はですね、どちらかと言いますと、まあもう喋るだけ喋りましたんでもう関係ないこといきますけど、私自身はこの格好をしている今最大の理由は、まさにその現場現場行っている時にですね、ネクタイとかしていった時に、あんたの中でも東日本大震災終わったのかっていうような形で、私は私じゃなかったんですけど、違う人間に言われたことありまして、もうそれ以来やっぱりこのアーカイブ活動の時にはおおむねこういった形の姿の方でまさに現場の方に向き合うようになりました。なのでこれからもあの現場の方、まず私の方まず軸足を置いた形で、できるだけ外に使えるような、他にも使えるようになった形でやっていきたいなと思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では羽澤さんお願いします。まあ、冒頭で、まあ、図書館さんで集める、情報は資産ですというお話をさせていただいたんですが、ある図書館さんに、まあ、次のシステム更新の話をされたときに、羽澤さん、次のシステムになったら今貯めてるデータって全部引き継がれますかって聞かれたんですね。その言葉がこうずっと忘れられなくて、やっぱりもう時間と労力をかけて作ってきたデータの資産はやっぱり捨てられないんだなっていうのはすごく感じているので、それをまあ、いかに生かして、まあ、システムに取り込んで、あとやっぱりまあ、さっきのお話でもあったんですけど、それをどうやってこういかにこうまあ、つないでいくか、それをその仕組みを作るのがまあ、我々のシステムベンダーとしての役割だと思っています。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。特にベンダーさんのお立場なのでなかなか発言が難しいところもあったかと思いますけど、非常に踏み込んだ発言をしていただけて、大変、聞いている方にとっても学びがあったんじゃないかと思います。じゃあ富山さんお願いします。私自身その担当になったのが、まあ、約1年前ということで、また日が浅くてですね、まだまだこれからもっとやっていきたいと思っているんですけど、関わってからその特に大学学内の関係者が関与している情報をこう収集して見つけ出してそれを提供してもらうっていう行為をしている中で、たまたま災害資料だけをこう集めピックアップして集めているんですけど、実は学内の他の研究成果とかがおそらくもっとたくさんあるんじゃないか、それをもっと掘り起こして災害だけではなくて、まあ、いわゆる基幹リポジトリの方の充実も今発展できたらなと考えております。はい、ありがとうございます。じゃあ竹内さん。私東北大学の、今村文彦先生、災害科学国際研究所の所長をされている防災 の専門家の先生でいらっしゃいますが、とある会議で同席をさせていただきまして、その時に今村先生がおっしゃってた言葉がとても印象に残って力強く感じたことがあったんですけれども、震災から4年が経過しまして、まあ、緊急対応の事態を経て、まあ、今は記録の整理保存っていうのが本格化している、そういう段階に、入ってきていると。で、今からでも全く遅くないので、まあ、しっかりアーカイブに、取り組んでいくことが重要だというようなお話を、されてまして、私も全くその通りだなというふうに感じた次第です。で、国立国会図書館としましても、アーカイブの構築の機運をさらに今後盛り上げていくとともに、各自治体で構築をされております震災アーカイブを横につないでいく取り組みを今後とも息長く続けていきたいというふうに考えております。はい、ありがとうございました。ではちょっともうこの時間になりましたので、このパネル討論に震災アーカイブの構築と活用、ここまでにしたいと思います。冒頭申しましたように全てのこう論点が十分かというとまだまだ課題はあるかと思うんですが、ただやはりそれぞれ現場で、さまざまな形で関わられている方々から、ご自身あるいは組織として感じている課題問題点、これから考えなきゃいけない可能性といった点をお伺いできただけでも大きな学びになったのではないかというふうに思います。それでは今一度パネリストの4名の方に盛大な拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。